アレクセイ・ポリワノフ、アレクセイ・アンドレイヴィッチ・ポリワノフは、ロシア帝国の軍人、政治家、不評代将。ロシア帝国軍では、参謀総長、軍事大臣を務めた、コストロム県の貴族出身。軍事大臣補佐官時、議会における、軍事省の代表を務め、国会国防委員会委員と接近し、法案通過を容易にした。1912年1月1日から、 国家評議会議員を兼任。左翼主義的傾向で批判され、ウラジーミルスホムリノフ将軍の策動により、1912年4月24日に大臣補佐官を解任される。その後、アレクサンドル・ミハイロビッチ大公に接近し、空軍への寄付金集めを引き受けた。第一次世界大戦勃発時、アレクセイ・ニコラエビッチ皇太子の負傷兵構想業務に参加した。 この間、補給問題等で、軍事省は社会の不満を引き起こし、スホムリノフ大臣は更迭された。ニコライ・ニコライ・エビチ大公の指示により、1915年6月13日、ポリワノフが軍事大臣大公に任命された。1915年9月10日、正式に軍事大臣となると同時に、国防特別審議会の議長を務めた。イワン・ゴレム・イキン内閣では、 シンポ派ブロックとの協力の支持者であり、首相候補とも考えられた。軍事大臣としては、補給の改善に取り組み、広範な社会層を軍事生産に振り向けようと、試みた。ポリワノフの軍事生産の改革の結果、1916年の生産量は前年と比較して、小銃は約2倍、機関銃は4倍、弾薬は70%、火砲は2倍、 報道は3倍以上増大した。1916年3月15日、大臣を解任。2月革命後、アレクサンドル・グチコフは、ポリワノフを民主制に基づく、軍再編特別委員会と、武漢生活改善委員会の委員長に任命した。10月革命後、しばらくの間、仕事から離れた。1918年7月末、チェーカーにより逮捕されたが、 まもなく釈放された。1920年、赤軍に入隊し、ポーランドソビエト戦争時、老能赤軍総司令部付属特別会議議員となった。ポーランドとの和平交渉のため、軍事専門家として、ソビエト代表団団員に任命され、リガーに向かったが、チフスのため死亡した。ありがとうございます。